こんにちは、テイクアールです。今回は、田中製ガスリボルバー、スミス&ウェッソンモデル19の組み立て動画を作っていきます。各作業工程の前に、パーツの一覧を表示しますので、必ずすべての部品が揃っているか確認してから作業に入るようにしてください。それではまず、トリガー、ハンマーの組み立てから行います。トリガーは、組み立て後、このような形になります。位置関係を確認してから作業に入ります。挿入するピンは、きつい方と緩い方があります。このモデルの場合、右側からピンを入れていきます。まずは一番前の穴にピンを差し込みます。バネが入るのは左側の穴です。バネの向きを間違えないように注意してください。次にハンドを取り付けます。ハンドはまず長いピンだけを入れ、少しずらすとハンドがはまるように準備をします。この状態からマイナスドライバーでハンドがかかる位置までスプリングを押し込み、ハンドをずらしてはめ込みます。ハンドがスムーズに動くことを確認してください。最後にトリガーレバーを一番下の穴に取り付けて、トリガーの組み立て作業は終了です。次にハンマーの組み立て作業を行います。最終的に部品はこのような位置関係で取り付けしますので、ご確認ください。まずはハンマーノーズから取り付けます。ハンマーの中にスプリングが入るくぼみがあるので、そこにスプリングを入れ、ハンマーノーズのくぼみにスプリングを合わせて押し込みます。ハンマーノーズを押し込んだ状態で、ハンマーノーズリベットを差し込みます。次にハンマーノーズの根元にハンマーリベットを取り付けます。ハンマーノーズがスムーズに動くことを確認してください。次にシアーを取り付けます。シアーも先ほどと同様にスプリングの入る溝があるので、そこにスプリングを合わせハンマーリベットを取り付けます。最後にストラップを取り付けて、ハンマーの組み立ては終了です。シアーがスムーズに動くことを確認しておいてください。次にフレームを組み立てます。まずは部品を確認しておいてください。まずはフレームにシャーシを取り付けます。シャーシは前の方から入れて、グリップの部分をパチンと押し込む感じです。次に、ボルトをはめて、反対側にサムピースをつけます。次にノッカースプリングを取り付けます。ノッカースプリングは直径の大きい方が前、直径の小さい方が後ろです。向きを間違えないように気をつけてください。次にノッカーを取り付けます。ノッカーは
シーリングの入る溝がある方が後ろです。次にノッカーにシーリングを取り付けますが、この作業は慣れていないと比較的難しい作業です。ノッカースプリングを変形させたりしないように、慎重に作業をするようにしてください。まず、先の細いピンセットでノッカースプリングを圧縮しながらノッカーをつまみます。シーリングをはめるのに十分なスペースを確保できたら、ラジオペンチでシーリングをつまみ、溝に差し込みます。マイナスドライバーを使ってシーリングが奥まではまっているか確認してください。シーリングをはめた後、ノッカーとサムピースが前後にスムーズに動くことを確認してください。次はシリンダーストップを取り付けます。シリンダーストップはフレーム側の軸に少しだけシリンダーストップを入れ、マイナスドライバーでスプリングを圧縮しながら下に押し込みます。ドライバーを滑らせるとバネが飛んでいく可能性があるのでなくさないように気をつけてください。組み込んだ後スムーズに動くことを確認しておきます。次にハンマーを取り付けます。ハンマーはサムピースを後ろにずらして取り付けてください。ハンマーは取り付けた後、一番前まで押しておきます。次にトリガーの取り付けです。まずはトリガーレバーを水平にしましょう。ハンドを少し後ろにずらして取り付けます。トリガーの取り付けが終わったら、この画像をよく見て、各部品の位置がこの画像と同じようになっているかよく確認してください。次にリバウンドスライドを取り付けます。リバウンドスライドの中にスプリングを入れ、この溝にトリガーレバーの先端を合わせます。あとはマイナスドライバーでスプリングを圧縮し、下方向に押し込んで取り付けます。ただ、このスプリングは非常に強いスプリングなので、マイナスドライバーを滑らせると、怪我をする恐れがあります。左手側に布などをあてがって作業してください。次に、ハンマースプリングを仮止めします。先にストラップに引っ掛けて、グリップの下にある溝にスプリングを入れてください。そしてグリップ前方からスクリューでハンマースプリングを固定します。この時点ではまだ軽く締めておいてください。次にサイドプレートを取り付けます。サイドプレートは上に爪があるので、まず上を引っ掛けてから取り付けます。サイドプレートを固定するスクリューは左側2本だけを取り付けておきます。サイドプレートの取り付けが終わったら、ハンマースプリングが左右にはみ出ていないことを確認して、グリップ前面のスクリューをいっぱいまで締め込んでおいてください。
この状態で一度サムピースを後ろに下げ、ダブルアクション、シングルアクションともにスムーズに動くことを確認しておきます。問題がなければグリップを取り付けておきます。次にリアサイトを組み立てます。まずは部品を確認しておいてください。リアサイトの組み立ては、まずリーフにスクリューを取り付けていきます。だいたいこのぐらいの位置まで取り付けておきます。次にスクリューの穴にスプリングとプランジャーを取り付けます。次にこのナットをサイトの左側にはめ込みます。最初はナット側を手で押さえ、マイナスドライバーで締め込んでいきます。最後は先端の細いラジオペンチでナット側を押さえ、スクリューと共締めして取り付けは完了です。組み立てが終わったらリーフの位置をセンターに動かしておきます。続いてバレル周りを組み立てます。まずは部品を確認してください。まずインナーバレルにホップアップパッキンを乗せます。ホップアップパッキンを乗せたらインナーバレルをバレルハウジングに入れます。次にインナーバレルの溝にシーリングを入れます。外すときは大変ですが、入れるときは手で入れられると思います。次にバレルハウジング後ろの穴にホップアップボールを入れます。ボールを入れたら、先端の尖った芋ネジ、ホップアップスクリューをバレルハウジングの後ろにあるネジ穴に取り付けます。この時、まずはいっぱいまでネジを締め込んでください。ホップアップスクリューを取り付け後、インナーバレル内を覗き込み、ホップアップチャンバーが歪んでいないことを確認してください。歪んでいるようであれば、インナーバレルを左右に少し回して調整します。ホップアップパッキンに歪みがないことを確認したら、インナーバレルをしっかり押し込んだ位置で、バレルハウジング上部の芋ネジを締め付け、インナーバレルを固定します。フォージングコーンに当たる部分にオーリングをはめ込んで、インナーバレルの組み立ては終了です。先ほどいっぱいまで締め込んだホップアップスクリューは
中立の位置まで戻しておいてください。それでは次にフレームにバレル周りを取り付けます。まずはインナーバレルをフレーム内側から取り付けます。バレルスリーブをねじ込み固定します。手でしっかり締め込んだ後、ラジオペンチなどで軽く増し締めしておいてください。次にアウターバレルにロッキングボルトを取り付けます。スプリングと一緒にアウターバレル内に入れ、押し込んだ状態でピンを差し込みます。次にインナーバレルにアウターバレルをかぶせます。フレーム上部の前の方の穴に芋ネジを取り付け、アウターバレルを固定します。次にリアサイトを取り付けます。リアサイトの取り付けは部品が細かいので、静止画でご説明いたします。まずはエレベーションスクリューにはまるリングですが、外すときに広がっていることがあります。隙間がなくなるまでしっかりとリングを締めておいてください。次にエレベーションスクリューにスプリングとプランジャーを入れておきます。リアサイトの上からエレベーションスクリューを入れ、下からリングをはめます。はめた後、リングが簡単に外れないことを確認してください。次にエレベーションスタッドを少しだけねじ込みます。フレームの後ろからエレベーションスタッドを引っ掛けるように入れ、まずサイト前方のネジを取り付け、それから後ろのネジを締めます。それでは次にシリンダーの組み立てを解説します。まずは部品を確認してください。こちらの画像でオーリングの位置もすべて確認しておいてください。まずはじめにアームプランジャーを取り付けます。次にシリンダーバルブとスプリングを取り付けます。次にシリンダーバルブを少し押し込み、ノッカーアームを取り付けます。ノッカーアームは取り付けの向きを間違えないように気をつけてください。ノッカーアーム側からノッカーアームピンを差し込み、反対側にシーリングを取り付けます。次にチャージバルブを取り付けます。次にガスチャンバースクリューにスプリングを入れ、ガスチャンバーにあらかじめ入れておきます。この状態からガスチャンバースクリューにかぶさるようにオーリングを入れます。
オーリングをはめたら、内側にガイドがあるので、このガイドに噛み合うようにガスチャンバーキャップを取り付けます。この状態からガスチャンバースクリューをしっかりと締め付けます。ここまでの組み立てが終わったら、必ず一度ガスを注入してガス漏れがないことを確認してください。私の場合はコップに水を用意してそのまま水の中に入れてしまいます。少しでもガス漏れがあれば激しく泡が出てきますので、この状態であればガス漏れは一切ないということです。次に BB 弾を押し出すフォロワーを取り付けます。まずはプレートの取り付け位置を確認してから、フォロワーを乗せスプリングを半分巻きつけます。プレートを使って手前の方のスプリングを押さえ、隙間から奥の方のスプリングを入れていきます。スプリングが収まったら、中心付近を強く押して、しっかりとはめ込みます。次にシリンダー外側を組み立てます。まずは部品をご確認ください。まずはシリンダーにラバーチャンバーを取り付けます。ラバーチャンバーには向きがあるので、間違いないように気をつけてください。画面の左側が前です。こちら側が後ろです。取り付け方はドライバーなどに一度差し込み、シリンダーの取り付け位置まで誘導すると簡単に取り付けることができます。ラバーチャンバーをすべて付け終わったら、シリンダーの中にガスチャンバーを入れます。ロッキングスプリングとロッキングプランジャーを入れ、ラチェットをかぶせます。ラチェットスクリューでラチェットを固定します。次にヨークをシリンダーに取り付けます。シリンダーのガスの吹き出し口が上に来るように向きを間違えないようにしてください。エジェクターロッドを締め込んで、シリンダーの組み立ては終了です。スムーズに動くことを確認してください。あとはシリンダーをフレームに取り付けて終了です。フルートの部分にヨークの軸が来るように合わせて取り付けます。サイドプレートの一番前のネジを締め付けて、作業はすべて終了です。最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございます。